どうも室戸です。今日は家の中でできる全中講座をやっていきたいなと思います。そして今回使うものがこちら、じゃん、こちらマットレス、マットレスですね。なんかこうギターみたいじゃない、でんでん、まあ、いやそれは置いといて、これマットレスなんだけど、まあ、布団でもいいよね普通にね。これをどういう風に使うかと言いますと、この上に前転をしていくっていうことになるんですが、ちょっと待って、これ細くない？私の体のサイズにしては細いかもしれん。だからこれちょっとさ、もう少し横の長さありめにするか。ありめって日本語おかしいかな。まあこんな感じにしましょうか。ちょっとゆとりあった方がいいもんね、いびつだけど。でこの上で前転をしていくんだけど、台上前転だよね。なんで前転をするかと言いますと、前中って空中で前転なのね。だからジャンプした前転なわけよ。だからまずね、それでウォーミングアップとして前転慣れましょうよっていうことで、これができるようになったらちょっとね飛ぶんだよね。飛び込み前転ピョンってわかるかな、こんな感じでね。これを見るとさ、基本って大事なって思わない？飛び込み前転って大事、もっともっと突き詰めたら前転って大事だよなみたいな。でね、もうちょっとね安心感を得たい方はこんな感じでオプションとしてこのパネルマット、ジョイントマットみたいなのがねあるといいね。私はさらに床をね保護するために、床への衝撃を少なくするためにこれちょっと使わせてもらいます。 OK、 こんな感じで、まあこれでさ高さ増しとかができるよね。あのね、これは便利っていうだけで本当に布団があれば普通にできるんじゃないかなと思います。でさ、今飛び込み前転やったでしょ。飛び込み前転ができたら、このね手を使わないでジャンプして前転っていうのをやっていきたい。どういう風にやるかっていうと、こんな感じで、こういう感じ。そうするとさ、ほら前宙っぽいでしょ。これでまず前中のその空中に出る感じっていうのをね、慣れてほしい、分かってほしいかなっていう感じ。もうね、なんか小中学生とかは全然マットとかあればボン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 やると思うんだけど、転がるのがさ、空中に出て回るの怖い人っているじゃない。そういう人はこう刻んだらいいよっていう話ね。何回もこういう感じでね確認します。これがさ、ほら苦手な人ってさ、多分こうなるのよ。こうやってこうやって、これさ宙やってないよね、空中に浮いてないよね。だからそのジャンプして飛び込み前転をするっていう工程が入ってるわけよ。でさ、この下の高さがあるでしょ。高さってね、高ければ高い方がいいと思うんだよね。なぜかっていうとさ、例えばさ、この辺にこうあったとしたらさ、めっちゃ頑張ってジャンプすると思わない？だからめちゃくちゃジャンプして前転をするっていうのができるようになると、これなかったらさ、同じようにやったらその高さの分さ受けるっていう、そういう仕組みになるわけじゃん。だから本当だったら、まあ、これ高い方がいいんだけど、それは状況に応じて変えてねって感じ。せーの、ほっ、いて。なんかさ、心配だったらクッションとかこうやってね置いて増強すればいいんじゃない。あとさ、こういうブランケットとブランケットとかかけてこういう感じにやったらね、いい感じだよね。でね、次なの、これ結構大事で、今さジャンプして背中前転やったじゃん、背中からついたじゃん。その後お尻からつこうっていう話なんだよね。大丈夫、映ってる。お尻からこうつくんだけど、その時に手で受け身を取りましょう。くるんぽんっていう感じ、想像つくかな。今やるんだけど、でこの時に一個だけね注意してほしいところがある。肘の角度って言えばいいのかな、指先がまっすぐになるようにこうやってついたら肘が曲がるから、こう力が逃げるんだけど、手をさつくときに間違ってこういう風についたらさ、こう逃げられないから腕がね危ないよねっていう感じでポキってねいくかもしれないので、回って手をつくとき、受け身をつくときはこういう感じでつこうねってこと。いきます。これで回っていくよ、こういう感じだよね。もう一回いきます。こっからジャンプしてこういう感じでね、もっともっと慣れてきたら高さ出していけばいいんだけど、最初は回転力重視の方が絶対いいよ。空中にいる状態で早く回れるっていうことを意識していこうってこと。でそれができるようになったら高さを狙っていこうっていうんだけど、高さももう贅沢品だから、そういう認識でいて、こっからせーの、こういう感じだよね。で次、あると便利なオプション2つ目、ミニトランポリンですね。フィットネス用のミニトランポリン、これを使ってさ、慣れてきたらビョンってやっていこうってこと。ほら、さっきの段階で結構回れてたらさ、これ強力な助っ人になると思わん。で、あとはさっきさ、ここ高い方がいいよって言ったんだけど、あの高さでこう辛い思いしてたんだったら、これで同じようにやったらさ、
次楽じゃねっていうこと。最初はねあんまりこう上手い人みたいにぐるんっていけないと思うから、そこ目指さなくていいよ。多分こんな感じになっていくんじゃないかなって。もうこっからこういう感じ、これで全然いい。ほらなんかさ、前中やるときみんなこうやって抱え込んでるじゃん。これも贅沢品だから、もう慣れてきたらでいいと思う。今みたいな感じでこうやってね、着地が慣れてきたら一瞬でもいいから手を使わないでこういう着地ができるっていうのを目指そう。こんな感じでこういう感じで、今前中できたなと、手を使わないでいけたなと思ったらこうね、抱え込みっていうのをやってもいいと思う。最初は別にね、今の段階でいきなりこうやって抱え込んでもいいんだよ。抱え込んでもいいんだけど、ほらここにさ手があると何が危険かっていうと、危ないってなった時に受け身が取れないじゃん。ここにあるとさ、だって使ってんだから。なのでここにあって回ると、何かあった時に行き過ぎた時とかこうやって手出るし、回りきれなかった時にはこうやって手出るから、手があると便利だよねっていうことね。で最終的に慣れたら手を使ってこういう感じだね、手を使ってこういう感じだね。もうね、最初練習の段階はこんな風に絶対うまくいかないから、綺麗にいかないから。だからこう前中をするっていう感覚を分かるっていうこと、身につけるっていうこと、それから手を地面につかないで前中を、着地を成功させるっていうこと、この2つがさできたら、あとはこういうオプションとかで手を出していけばいいと思うから。で最後に前中の回転のコツは、回転がないと生きて帰ってこれないじゃん。生きて帰ってこれないって言ったらちょっと大げさなんだけど、あの回転力って大事じゃん。それはどうやってつけるかっていうと、ここなんだよね。いろんな動画で説明してるんだけど、最初のここ、せーの、ここがうまくいくかどうかで前中の回転力って決まってくるから、それをまあ何回も何回も下準備、こう下から刻んでいって練習してうまくしていこうっていうことね。そんな感じで、もしよかったらね、こんな感じで、まあ、家でもねアイテムを使って練習できたりするんじゃないかなと思うので、困っている方はねぜひぜひ参考にしてみてください。以上ブラッドでした。バイバイ。